も我慢できん。何人か当たってみよう。昨日は結局誰からも返事が来なかったな。わかりました。では娘さんの方はここにいるものだけで。まずさゆちゃんの足取りを聞きたいところだが、さすがにこの時間じゃ。じゃあ僕少し寝ておきます。ゆきちゃんか。もう一件あるけど誰だろう。あ、もしかしてやつだ。いいか、ヤガミだ。あ、円光王子さん、昨日はごめんね、寝ちゃってたの。それにしても円光王子さんのメール面白すぎ。キラ事件で忙しいからおじさんを癒してねなんて。そんな心配しなくても、お金くれればいつでも行くよって言ってるのに。って昨日は寝ちゃってて本当にごめんね。今日は大丈夫？あ、あやちゃん、まずいよ。え？次長。うわ。あれ、そこに同僚の刑事さんたちいる。ごめん、緊急の時以外は仕事用はダメだよね。けど円光王子さんと早く喋りたかったの。じゃあまた後でね。ちょっと君は誰だね。次からは間違い電話しないように気をつけなさい。え、八神総一郎さんですよね。あ、間違えました、すいません。それじゃあまた後で。とんでもない間違い電話だったな。さあ、引き続き犯人からの電話を待とう。心の底からキラを開けたと思ってますか？どういう意味だ、松田。正直に言うと、僕には完全に悪とは思えない。お前、キラを正義だと考えているのか？わかりません。しかしキラも自分の正義感から悪と戦っていると思うんです。そう、ちょうどライト君みたいな融通の利かない正義感から。違うぞ松田。キラは殺戮と恐怖で一方的な秩序を押し付けているだけだ。そして例えるなら、ライト君並みの冷酷さで他人を裁いている。その通りだ。しかもキラはライト君のように狡猾で頭が切れるタチの悪い相手だ。とにかく俺たちはキラを捕まえるしかないんだ。キラが捕まれば世界はまた荒れるかもしれないが、このままでは世界はライト君あたりが思いつきそうな独善的な正義に支配されることになる。そんなの絶対嫌です。必ずキラを捕まえましょう。それは間違いなく正義です。うむ、クソ、それにしても一体何者なんだキラ。ああ、全く想像もつかない。今までずっと思っていたが、本当にうちの捜査部の連中がバカでよかった。はい、ノートを持ってきます。必ず。そして私の顔を見て私の名前を書く。わけがわからない。何を言っているんだ。ここにその第三者がノートを持ってのこのこやってきて我々を殺すというのか。そしてそれを黙って見ていろと。もう来てます。え、神の仰せの通りに。そうだ、リュウ君、書け。お前のノートにこいつらの名前をお前が書くんだ。書け、リュウ君、早く。頼む、リュウ君。もうお前しかいないんだ。書いてくれ。ああ、書こう。リュウ君、ざまあみろ、ニア。お前は僕をとっとと殺すしかなかったってことさ。しかしリュウクが名前を書くと言った以上、もう誰にも止められない。手遅れだ。お前らは必ず死ぬ。いや、死ぬのはライト、お前だ。おい、聞いてるのか。お前の名前を書いたんだぞ。神に背いた愚かなお前らの相手はもう終わりだ。なんとか言ってみろよ、ニア。私はあえて何も言いません。
一度デスノートに名前を書き込まれた者の死はどんなことをしても取り消せない。もう手遅れだ。もう一度だけ言う、ライト君。死ぬのはライト。お前だ。これが最後だぞ。あと20秒ぐらいだからな。こんなこと言うのもおかしいが、生きてるって気がしなくてな。実際今の時代ってのは仕事がなくてね、公園で昼寝してるか博打打ってるかだ。下手に職業安定所に行ったりすると働いたら負けかなって仲間に笑われる。働こうとすれば自分よりずっと若いやつが先輩だし、だからといって家にいれば娘からは馬鹿にされ、妻には罵られ、俺の居場所がないんだよ。そしてつい喧嘩になっちまって娘と女房に出て行かれたんだ。リュウ君にそんな過去があったなんて知らなかったよ。え？なんだそれ、ライトの作った勝手なイメージか。これはお前の親父の話だ。気に入ってるようだな。なぜそんなに驚く。そのノートの落とし主、死神のリュークだ。さっきの様子だともうそれが普通のノートじゃないって分かってるんだろ。死神。じゃあな。何しに来たんだ。